アリー・ハーディは、シーア派、12イマーム派の第10代イマーム。名は、アリー・イブン・ムハンマド・イブン・アリー。アリー・ハーディは、マディーナで、9代イマーム・ムハンマド・タキーと、モロッコ出身の奴隷サマーナとの間に生まれた。父が没し、わずか6歳でイマームを継いだ。その後のアッバース朝、カリフ・ムータスイムの治世、これを継いだワースイクの5年間の治世では、アリー・ハーディとマディーナのシーア派コミュニティは、比較的平穏のうちに時を過ごすことができた。アリー・ハーディはこの頃はもっぱら教育を受けた時期でもある。新カリフ・ムタワッキルの治世となると848年、アリー・ハーディはバグダードへと召喚され、息子、ハサン・アスカリーと共にサーマンラーに家を与えられ、そこで軟禁された。低調な扱いを受けたものの、支持者との連絡を事実上絶たれる状況に置かれたので、ある。アリー・ハーディが軟禁されたこの時期、シーア派への大規模な迫害が行われた。サーマッラーでアリー・ハーディが住んだ街区は、アル=アスカルと呼ばれる。これはこの地区に軍部隊が駐留していたことによるもので、またこのことから、アリー及び息子ハサンも、それぞれアスカリーと呼ばれ、また両者を合わせて、アスカリアインと呼ばれる。こうした状況で、カリフ・ムタワッキルは、アリー・ハーディの殺害を少なくとも、ひとたびは目論みたが、これは奇跡によって失敗したという。アリー・ハーディはペルシア語、スラブ語やインドの言葉、ナバタイ語に通じ、さらに斧の嵐、さらには、人の死など様々なことを正確に予言した人物として記述される。これに関してカリフ・ムタワッキルが、アリー・ハーディを辱め獄に落としたとき、アリーはカリフを阻止して3日以内にカリフが亡くなるとし、この予言は正確に現実のものとなったということが伝えられている。また、ムタワッキルの面前にイマーム夫妻の娘、ザイナブを殺傷する女性がいたが、アリー・ハーディは、ライオンはアリーの子孫を襲わないということを証明するために、ライオンの巣に降りて行き、これを見て恐れた女性の覆い物を剥ぎ取って、その偽りを暴いたという伝承もある。アリー・ハーディの著述としては、人間の自由意志についての宗教的論文その他の短いテキストが、ハッラーニーの著述に引用されているものがある。10代目、イマーム・ハーディが言った。現世では財産を持つことで、来世では善行を保持することで、人々は尊敬されるアリー・ハーディは868年7月1日、軟禁のうちに39年の生涯を終えた。父祖のイマームらと同様、毒殺と伝えられる。遺骸は、息子、ハサン・アスカリーによって、サーマラーに葬られた。葬儀で、アリーを見送るのは、ハーディただ一人であったという。装置は、現在のアスカリーモスクでシーア派聖地の一つであり、サーマラーは、アタバートの一つに数えられる。アスカリーモスクは2006年2月22日の爆破事件により多大な損害を受けた。ありがとうございます。